情報の海に浮かび押し寄せる波のごとく、あらゆる刺激に揺られ続けている現代社会。今や社会インフラと化したインターネットは、いわばその大会にそびえ立ち、人類が常に建設と解体を繰り返す知の巨塔とも言えます。発信者の特定できない情報は手に入りやすい建材である一方で、塔を地盤から揺るがす危険性をはらんでいます。時として目的を誤って使用した情報、あるいは恣意的に紛れ込まされた誤った情報が、あたかも真実であるかのように広く認知されることがあります。2010年頃から盛り上がったマンボウ最弱伝説もその一つでしょう。マンボウの死因について、ジャンプした後の着水の衝撃で死に至るを中心に様々な噂が拡散しました。しかしその多くが科学的根拠のないデマであることはご存知でしょうか。マンボウとはどのような生物なのでしょうか。今回は知られざるマンボウの生態についてご紹介したいと思います。現在世界に3万種から3万6千種ほどの魚が存在するとされますが、マンボウは硬骨魚類の中でも最もポピュラーなグループ、上鰭類の一群であるフグの仲間です。マンボウがおかしな形に見える理由は、他の多くの魚と異なる体の作りにあります。魚は一般的に最後部に尾びれがあり、前後に細長い形をしています。しかしマンボウには尾びれがありません。代わりに体の最後部には成長の過程で背びれの一部と尻びれの一部が変化してできるかじびれを持ちます。尾部がなく、その丸い体つきがマンボウの一番の特徴で、突き出た大きな背びれと尻びれ、また小さな胸びれも何とも不釣り合いに見えるのでしょう。このように特異な体構造のマンボウですが、一言にマンボウといってもマンボウ科に分類される魚類は、現世ではマンボウ、牛マンボウ、隠れマンボウ、槍マンボウ、クサビフグの5種が存在します。クサビフグ以外のマンボウは2メートルを超えるほど大型になりますが、特に大きくなるものは牛マンボウです。最大で全長は332センチメートル、体重は2300キログラムになり、硬骨魚類で最も重くなる魚としても知られています。逆にクサビフグはいわゆるマンボウとは少し違った姿です。マンボウのように丸くならず、多くの魚と同じように前後に細長い形をしていて、体の後部にかじびれ、ロケットの翼のような背びれと尻びれがあります。クサビフグは骨格の構造などからマンボウ科の中で最も原始的な種と言われています。そんなマンボウの生態の多くは未だ謎に包まれており、明らかになっているのはごく一部です。マンボウ族の種がどのくらいいるかという基本的な情報についても、つい最近まで混乱しており、分類学的再検討がなされていました。マンボウはかつて世界各地から新種として報告され、一時33種まで増えましたが、1951年に報告された形態について詳細な検討がなされた論文によって、マンボウと豪州マンボウの2種にまとめられました。しかし近年になって、その DNA 配列の情報をもとに、その2種が3グループに分かれることが明らかになりました。そのグループについて、出現海域など生態的な調査に加え、かじびれや頭部の形態的特徴が明らかになり、論文や標本の再調査も行われました。その結果、2017年5月に豪州マンボウとされていたものについて、過去に記載されていた別の学名に変更され、牛マンボウが種として再発見されることに。また同年7月に隠れマンボウが新種として記載。これら2種に加え、元から存在するマンボウと合わせて3種となりました。これら3種は出現する海域が重なりつつも異なることが知られており、今後生態についても差があることが報告される可能性がありますが、今回はこのマンボウ族の3種、マンボウ、牛マンボウ、隠れマンボウをまとめてマンボウとして扱うことにしましょう。マンボウは北極と南極を除くほぼ世界中から出現報告があり、日本でも北海道から沖縄まで全国で確認されている全世界的に分布する魚といえます。また回遊すると考えられており、地域によって出現する時期が異なります。食性について、一般にクラゲのようなゼラチン質の動物プランクトンを中心に食べているとされますが、小魚、甲殻類、
軟体動物などが消化管内容物から見つかっており、さまざまなものを餌とし、成長段階によって食性が変わることも示唆されています。繁殖期や繁殖行動についての記録や知見はほとんどありませんが、日本近海では繁殖期が8月から10月であると推定する報告があります。またマンボウの稚魚が外洋で採集されることから、外洋で産卵が行われていると考える研究者も存在するようです。寿命についてもよく分かっていませんが、飼育下では8年以上生きたとする記録があり、その記録から得た成長曲線によると、3メートルの個体はおよそ20歳と推定されています。さて、このように甲骨魚類で屈指の大きさと最大の体重を誇る大型魚であり、全世界的に分布する高い適応能力を持ちながらも、マンボウに最弱伝説が生まれる要因は、そのどこか間の抜けた形態と、よく知られるのんびりとしたように見える行動や生態に起因すると思われます。頭を切り取ったような寸詰まりの形態については、これまでもお話ししましたが、マンボウの広く知られた行動の一つに水面での昼寝があります。マンボウが水面で体を水平にしてゆったりと泳いでいる様子がしばしば観察され、水面でのんびりしているように見えるその姿から、昼寝や日光浴をしているように考えられ、そこからマンボウは活発に泳ぎ回る魚ではなく、海流に身を任せて漂い、クラゲなどを捕食する非活動的な生物であると考えられてきました。しかし近年、こののんびりと怠惰なイメージとは全く異なる事実が、バイオロギングという生物に小型のセンサーを取り付けて行動を記録する研究手法によって明らかになりつつあります。まず2015年に報告された岩手県沖における7匹のマンボウの33日間の行動記録に基づく論文によると、マンボウは頻繁に鉛直移動を繰り返し、主に日中活動的に動き回る中高生の魚であることが明らかになり、主に水深100メートルから200メートルで加速を伴う接時行動と減速を伴う接時行動が観察されています。これは視覚による錯視に伴う行動と考えられ、実際にクダクラゲ類、ハチムシ類、クシクラゲ類などのクラゲ類について、一部は生殖巣と口腕など栄養価の高い部分のみを食べる様子がセンサーと同時に搭載された小型カメラにより捉えられています。また2017年のガラパゴス諸島イサベラ島沖での5匹のマンボウの32日から733日間の行動の記録に基づく論文によると、そのうちの1匹は53日間で 2700km 移動し、最も深くまで潜った水深は 1112m であるといいます。またマンボウの遊泳速度は全長によって異なるものの、巡航時に時速 0.7km から 2.5km、 最大速度で時速 7.5km から 23.8km で、巡航速度はバショウカジキなどに匹敵し、行動学的にも解剖学的にも高い遊泳能力があることが示されています。マンボウが昼寝をする理由については様々な説があるものの、寄生虫を海鳥に食べてもらう、鉛直移動の際に深海の低水温で下がった体温を温めるが有力と考えられてきました。前者については実際にその様子が動画で捉えられています。後者については2015年の岩手沖でのバイオロギングによる研究で自然下の体温も測定されており、深海への潜水時に下がった体温が表層での昼寝中に回復することが確かめられました。マンボウは周囲の水温より2度ほど高い体温を保っており、同様の傾向は外洋性の魚種に見られ、マンボウは体温調節を内部での熱源ではなく水温を効率よく使っている生理機構が存在すると考えられています。これらからマンボウは高い遊泳能力で活発に移動し、かつ餌を求めて鉛直運動を繰り返す捕食者であり、決してのんびりで怠惰ではなく、ましてや最弱とは程遠い魚なのです。マンボウが3億個の卵を産むが生き残るのは2匹という話も、マンボウを弱い魚というイメージと結びつけられる要因の一つでしょう。これはマンボウの卵巣に3億個の未成熟な卵を確認したという報告が元になっていると考えられ、実際に一度の産卵でどれくらいの卵を産むかということは知見がありません。また生き残るのは2匹という部分についても観測による事実に基づいたものではないと考えられます。
言うまでもなく、ジャンプした後の着水の衝撃で死に至るをはじめとした死因のほとんどは、全く科学的な根拠のないただのデマなのです。とはいえ、科学的な文献でさえ、マンボウの種に関する混乱や昼寝の真実などからわかるように、情報は常に更新され保管され、新しい知見が積み上げられ続けます。その真実を探し求める活動がサイエンスであり、人類が建設する真の知の巨塔と呼べるのかもしれません。今回のバイエンスはここまで。またお会いしましょう。